日本を代表する湯治場の一つ、鉄輪温泉。今も多くの湯治客用の鹿島が多く存在する。湯治とは、温泉地に長期間滞留して、特定の疾病の温泉療養を行う行為である。日帰りや数泊で疲労回復の目的や物見予算的に行う温泉旅行とは、本来区別すべきである。水に使かって病気や怪我を癒すという考え方は、 古来から一般的であり、その根拠として、チェコやフランスの温泉近くで、青銅器時代の武器や奉納物が発見されていたり、ケルトの伝説で、オートウルが癒すための温泉を発見する話や、泉に死者を投げ入れて生き返らせる話などもある。ことなどから、紀元前の人間たちも、温泉で、傷や病気を癒していたことが考えられる。その他にも、 ギリシア神話で病気を治すために祝福された泉や、潮だまりに浸かる話や、女神ヘーラーがカナートスの泉で儀式を行い、若返る話がある。ローマ時代には、植民地にも公衆浴場が建設され、入浴が推奨された。しかし、ローマ帝国が衰退するようになると、水の入れ替えが低下したことで不衛生な水が溜まった、常識がない行為が行われる場となり、病気を蔓延させる。 不衛生なものと考えられるようになっていった。中世の教会は、そういった入浴習慣を問題視し、公衆浴場を閉鎖するよう活動を行った。ローマカトリック教会は、公衆浴場が不道徳と病気のもととして、梅毒等の蔓延を阻止するために、公衆浴場を閉鎖し、この期間の入浴習慣を衰退させた。公衆浴場が閉鎖され、 病気を癒す神聖な光線を求めるようになり、温泉とそれらを守る聖人や神が祀られるようになった。1326年には、ベルギーのリエージュ州に住むタンヤ氏コリンドルップがスパという町で健康に良い含む鉄線を発見し、それによってスパという言葉が温泉療養施設を指すようになった。 その後も多くの温泉に対して何の病気に効くのか効能がつけられたり、陰泉しながら温泉に浸かるなど癒し方が研究された。当時という行為は日本においては古くから行われていた。衛生に関する知識や医療の技術が十分に発達していなかった時代、その伝聞されていた効能に期待して温泉に入浴したり陰泉するなど多くの人が温泉療法によって 病気からの回復を試みていた。また、仏教においては病を退りけて、福を将来する者として入浴が奨励され、仏説温室専浴修奏業と呼ばれる経典の存在や僧侶の行う性欲なども、当時の普及に影響した。一例として、大分県別府市の鉄林温泉にある、鉄林虫湯、渋の湯、熱の湯は、一辺が性欲を行うために地獄を、 沈め整備した温泉とされている。体の特定の部位に対する効能がよ古くは、当時を行っていたのは、権力者など一部の人に限られていた。鎌倉中期の浜脇温泉には、大友より安によって温泉奉行が置かれ、別府温泉の楠の木温泉には、現行の役の戦勝者が保養に来た記録が残っている。豊臣秀吉は合戦や民間、家族の高いなど、 人生の節目ごとに、有馬温泉で杜氏を行い、文禄4年3月には、草津当時の綿密な計画を立てるほどの温泉、好きだった。一般の人の間でも当時が、盛んになったのは、江戸時代以降である。これは、街道が整備されたことにより、遠方への往来が容易になったためである。草津温泉などは、梅毒に苦しんでいた、江戸の町人が多く当時に訪れたという。 活戦がなくなったことにより、農寒期に時間が発生した農民が、蓄積した疲労を癒す目的で当時を行うようにも、なった。また、江戸時代に、東海道を旅する際に、宿場に指定されていた小田原宿ではなく、箱根温泉に宿泊を希望する者が多かった。だが、当時は、長期滞在を前提とした当時客のみが、箱根温泉に宿泊し、一泊のみの旅行者は、 止まることができなかった。その抜け道として、1日だけ当時を行うとする一泊当時などと、称して、箱根温泉に宿泊したという。明治時代以降、医学の近代化が図られた際に、当時の近代化として、滞在型温泉療養施設の建設が、ドイツのエルヴィン・ホンベルツ博士から提案されたが、建設には至らなかった。一方、量、種類ともに、 豊かな温泉資源に恵まれた別府温泉では、1912年に陸軍病院、1925年に海軍病院が開設され、温泉療法が実践されていた。1931年には、日本の大学で初めての温泉療法の研究施設として、九州大学温泉治療学研究所が開設された。明治以降医学が発達しても、江戸時代に定着していた。 当時文化はすぐに廃れることはなかった。明治初期の港湾整備で、大阪、広島、宇和島などとの定期航路が開かれ急速に、観光地化した別府温泉でも、戦後しばらくまでは、当時船と呼ばれる小さな船も瀬戸内各地から集まり当時客で賑わった。しかし戦後の生活様式の大幅な変化により、文化としての側面が強い当時も、急速に廃れていった。 特に脳換気であることを理由とした当時は、別府鉄林温泉に残るのみで、実態はほぼ消滅と言える。現在では、皮膚病治療などで当時が行われることが多い。また、原子爆弾被爆者別府温泉療養研究所や、玉川温泉、三笹温泉に見られるような、現在の医学では、治療困難とされる、病気の治癒を期待して、当時を行う人も多い。当時場では、 長期滞在する予覚が多く、自炊する設備が整った旅館、鹿島も多い。鉄林温泉の高温の温泉を利用した調理施設、地獄虫。当時宿の自炊客向け調理場当時場とは、当時を目的に長期滞留する温泉地のことである。短期の観光客や雇用客を相手にしていないため、三間壁地の質素な温泉地が多い。 娯楽施設やテレビがなかったり、携帯電話の電波が届かない宿も珍しくはない。多くの場合は、自炊が基本となっている。これは、長期滞留客の金銭的負担の軽減という理由のほか、当時客の症状によっては、日々の食事内容に、また普段と同じ食事をすることで心身を落ち着かせる効果もある。宿泊者のための共同炊事施設が整っており、 源泉温度が高い場合は、蒸気熱で調理する地獄窯が利用できたり、鍋釜や食器のレンタルや食材の販売などを行っている湯治場もある。食材は事前に家から持ってきたり、スーパーマーケットで買い込む必要がある。湯治場によっては、自炊部売店が商店並みに充実していたり、温泉街で地のものを売る朝市が行われており、 生鮮食品を補充できる場合もある。湯治場は数多く存在するが代表的なものとして以下を挙げる。ありがとうございます。